幼鳥積みは、高木高河灰高属に分類される、猛禽類。インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、大韓民国、中華人民共和国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、日本、フィリピン、ブルネー、ベトナム、マーシャル諸島、マレーシア、ラオスカキに、中華人民共和国東部や日本、朝鮮半島で繁殖し、 陶器は中華人民共和国南部や東南アジアに南下して越冬する。日本では元足が温暖な地域では周年生息するが、寒冷地では陶器に南下することもある。全長十2 7ンチメートルメス3 0トル翼海長50から6 3トル体重75から1 6 0ム漢字表記のスズメは小さいのいで、和名は スズメタカが変化したメスに対しての故障に由来する。同じ族のハイタカより小さくハト大前後で、ハイタカほど眉藩が目立たない。仮面は白い羽毛で覆われる。目の周囲は黄色。幼鳥は上面が暗褐色、仮面が淡褐色の羽毛で覆われる。胸部に縦縞、腹部にハート状、体側面に横縞状の暗褐色の斑紋が入る。 交際は緑褐色。オスの成長は上面が青みがかった灰色、胸部から体側面はオレンジ色の羽毛で覆われる。交際は赤褐色。メスの成長は上面は灰褐色。下面には暗褐色の横縞が生える。交際は黄色。など平地から山地の森林に生息する。単独もしくはペアで生活する。植生は 動物食で、主に、小型鳥類を食べるが、爬虫類、小型哺乳類、昆虫なども食べる。漢字表記のスズメは、スズメも含めた小型の鳥類を捕食することにも由来し、英名と同義。繁殖形態は卵生。繁殖期には縄張りを形成する。新葉樹の木の枝に、木の枝を組み合わせた巣を作り、4から6月に1回に2から5個の卵を産む。 放乱期間は約30日。ヒナは孵化から約30日で巣立つ。本来罪は巣の半径50メートル以内に侵入するカラスなどの捕食者に対し防衛行動を行うことから、卵やヒナの捕食を避けるために、おながが罪の巣の周囲で繁殖することが多かった。だが近年では、カラスの個体数が増加し、罪が防ぎきれなくなったことからカラスに対し余り、 防衛行動を行わなくなり、おながが罪を頼りにすることが減ってきている。高狩りにおいては、古くからオスをエッサイと呼称することもある。都市部では、緑化に伴い、繁殖例も増加している。しかし開発による生息地の破壊により、生息数は減少している。絶滅危惧通類ハイタカバードファン、上田厚主の、頼りにならない奴はいらない。 罪の周りで繁殖しなくなった女が、日本庁、学会2006年大会講演用紙集2006年121ページ。ありがとうございます。